では、いよいよ器に移します。いい感じで固まってます。痩せるヨーグルトケーキお伝えします。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきまして、お役立ていただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜこの痩せるヨーグルトケーキを食べると痩せることができるんでしょうかっていう、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。では一つ目の項目です。なぜこのヨーグルトケーキで痩せることができるのということで、痩せるポイントをお伝えしていきますね。3つあります。1つ目は腸内環境を整えてくれる材料だからなんですよ。そうすることで根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。2つ目です。栄養価がとても高いケーキなんですよ。これとっても大事。栄養がしっかりとれていればですね、すごくですねいいことがあるんです。何かと言いますと、痩せホルモンを作れるんですよ。逆に極端な食事制限をしたり、偏ってお食事をばっかりしている方っていうのは栄養がないとなると、そもそも痩せるホルモンを作ることができないので、逆にですね太ってしまったりとか、ダイエットに成功っていうのはね遠のいてしまうんですよ。3つ目、脂肪の吸収を抑えてくれる材料も使っているからですね。もうこれ以上脂肪を溜め込まないようにする工夫も大切になってきますね。はい、では2つ目の項目です。何をということで、では一体その痩せるヨーグルトケーキを作るためにはどんな材料を使うのということで、今回選んだのは無糖のオイコスヨーグルトになります。もしもねダイエッターの方でしたら、もう一度はこのオイコスヨーグルトを召し上がったことがあるかもしれませんよね。でオイコスヨーグルト、まあ、そのヨーグルトのね商品名なんですけれども、いろいろやっぱりね添加物入っているタイプもあるですが、ここは無添加でお願いします。無糖のオイコスヨーグルトを選んでください。でこの無糖のオイコスヨーグルトはですね、通常のカップのヨーグルトと比べてもうタンパク質量がもう断然多いんですよね。もうほぼほぼ3倍入っています。1カップでね 12g も取れちゃうという優れものなんですよね。で痩せるためにはタンパク質ってすごく大事なんですよ。なぜかというと、まあ、腸などの内臓、まあ、体をね作っているも元ですから、そこ取ってあげないとですね、そもそも痩せることができません。で特にね私たち女性はタンパク質不足に陥りがちなので、ここでしっかりとタンパク質をですね3倍取っちゃいましょうということです。でしかも腸内環境を整えてくれますよね。もう何といってもヨーグルトですから発酵食品です。でこの発酵食品の中に痩せ菌と呼ばれる善玉菌がねとっても多く含まれているんですよ。なので、まあ、ヨーグルトに限らず発酵食品、例えばお味噌とか納豆とかぬか漬け、キムチなどですね、そういったものもおすすめです。であとは何といっても脂質がゼロなんですよ、このヨーグルト。そして低カロリーということになります。はい、そして甘みですね。甘味料はですね、もちろんここで白砂糖なんて使いませんよ。そんなものを使ってしまうと太ります。その代わりでは何を使えばよいのかということで、天然のね 100% の蜂蜜を使いましょう。なぜかというと、まあ、もちろんね蜂蜜と聞くとなんかこう甘くて太りそうなイメージあると思うんですが、適量でしたら逆にダイエット効果すごいんですよ。もちろんですね、アミノ酸が入っているので脂肪燃焼効果がそもそもあるのが蜂蜜。そしてオリゴ糖が入っていることで腸内環境ですね整えてくれる材料も入っています。そしてポリフェノールも入っていますから、ここでまたさらにですね脂肪燃焼効果をこうアップさせてくれることができますし、そもそもね蜂蜜も栄養価が高いんです。ビタミン、ミネラル豊富に入ってますから、しっかりとこういったね甘みをつける時にも栄養がちゃんと残ったまんまのものを使いましょうね。白砂糖なんかも精製したもう栄養が全部もう外してしまったねものになりますから、白砂糖の代わりに蜂蜜、まあ、もしくはなければねメープルシロップでもいいと思います。そういった天然の甘味料を使いましょうね。はい、では最後3つ目の項目です。
どのようにその痩せるヨーグルトケーキ作るんでしょうかということで、この項目では材料と作り方と私が実際に作っている実演動画をご準備していますので、ぜひご覧くださいね。まず材料です。1個分ですね。ヨーグルトカップのこれ追い越しヨーグルトになります。でもちろん無糖でこういった高タンパクのヨーグルトってこういろんなメーカーさんが出してらっしゃるのがあるんですよ。例えばこうギリシャヨーグルトとかいろいろあると思うんですけども、それはねそれでいいと思うんですよ。追い越すがなければ無糖で高タンパクのヨーグルトのカップだったら他のねブランドでもいいと思います。ただタンパク質量がね、ほんとオイコスさんダントツ多いなと思って私は選んでます。なので今回はオイコスの無糖のヨーグルトカップを1個準備しています。そしてゼラチンですね、もう1袋といってもそのまあ1袋の中のですね、まあ、2.5g を使っていきます。あとメーカーさんによって違うと思うので、1袋がたまたま 2.5g だといいと思うんですけども、私は今回準備したのは 2.5g のゼラチンの量になります。でこれもねお好みでいいと思うんですよ。ちょっとこうプルンプルンが固めがいいなと思えばゼラチンの量を増やしてもいいと思うんですよね。そこはお好みで調節してみてくださいね。で先生この配合美味しかったよとか何かあればねまたコメントくださいね。楽しみの待ちしてます。であと蜂蜜は天然の蜂蜜大さじ1杯を使います。以上がもうたった3つでできちゃうヨーグルトケーキになります。はい、では作り方に行きましょう。もう簡単なんですよ。もう本当にねすぐできちゃいますよ。まずはその追い越しヨーグルトのカップですね、蓋を開けてよくねまず混ぜてください。そして2つ目、別にね耐熱容器の中にお水大さじ1と半、まあ、1.5 ですねを入れて、そしてそこにですね、すいませんここ書き忘れましたが、ゼラチンですね、ゼラチンを入れてよくねちょっと混ぜてレンチンしてちょっと溶かしてくださいね。で溶けたゼラチンと蜂蜜もここもちょっとレンチンするとね早く溶けやすいからおすすめなんですよね。なので要はレンチンしたゼラチンと蜂蜜を追い越すヨーグルトのカップそのままにもう入れちゃいます。でよーくねもうトロットロになるまで混ぜてください。結構ねドロンドロになるのでよくよくよく混ぜたら OK。そして最後冷蔵庫でそのカップごとですね、まあ、ちょっとラップされるといいと思うんですけれども2、3時間冷やしたらもう出来上がりになります。でこれもう簡単なんですよね。もう何がいいかってその追い越すヨーグルトのカップそのものを使ってできちゃうってね食べれちゃうっていうことなんですよね。でもちろんねおしゃれに飾ってもいいと思うんですけれど もう私なんかはですねもうそのままカップごとねおいしいって食べたりしちゃいます。洗い物が減るのでですね時短が大事なんです。もう私も簡単でもう手間がかからなくて時短でおいしいで痩せる結構もうこれがね大好きなので、今回のレシピもそのエッセンスがですねいっぱい入っているヨーグルトケーキになりますので、ぜひ作ってみてくださいね。ではここから実演動画をご覧ください。どうぞ。
ではいよいよ器に移します。いい感じで固まってます。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット向きのヨーグルトを使った簡単レシピ、材料たったの3つでできるヨーグルトケーキをお伝えしました。ぜひね、あなたの健康的で綺麗に痩せるためのダイエットにお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。